誰でもできる最強の時短の方法をお伝えしたいと思います。のネイルを変えるときに大体どれぐらいの時間がかかってますか？こんにちは、センチャーチャーのフーです。今日はセルフネイラーのあなたに質問です。自分のネイルを変えるときに大体どれぐらいの時間がかかってますか？2時間ぐらいとか、中にはもう3時間以上かかってるっていう方もいらっしゃるかなって思います。やっぱり自分ネイルするとすごい時間ってやっぱかかってしまうし、もっと早くする方法ないかなとか、もうオフから多分めちゃくちゃみんな時間かかると思うので、もっと効率的にできたらいいなって思いませんか？そんなあなたに技術がなくても誰でもできる最強の時短の方法をお伝えしたいと思います。結論、時短にする方法は根元がクリアなアートをすることです。例えば先端の塗りかけネイルとか、ストーンを置くだけのクリアのネイルや先端ミラーネイルなどですね、根元まで色を塗らないネイルがおすすめです。なぜかというと、根元までカラーを塗ってしまうと皮膚につかないように塗るために慎重に塗って時間かかるので、その時間をなくして時短にできます。で、これをもっと、簡単に塗るとしたら、ベースの時点で根元1ミリを開けることです。どうしてもベースっていうのは根元まで塗らないといけないので、手前まで塗って皮膚につくことを防ぎます。これは伸びるのが少し早く感じちゃうと思うんですけど、根元がクリアな分色の境目が全然見えないので、あんまり気にならないです。結果、一番慎重になるこの根元のところをギリギリまで塗らないことによって、誰でも簡単にネイルができるようになります。で、初心者の方にはすごく簡単なアートなので、ぜひチャレンジしてみてください。先ほどお伝えした先端の塗りかけネイルとかミラーネイルとか、それも技術の内容になってくるので、また動画を作りますので、よかったら見てください。他にネイルのことで苦手なことだったり、このアートってどうやってるのわからないっていうのがもしあれば、コメントに書いていただいたら、また動画にしたりとか編集させていただきますので、お願いします。で、この動画が良かったって思ってくれはったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、またお会いしましょう。